僕といえば、やっぱり一番はこのメガネですよね。サングラスタレント結構いますよね、鈴木雅之さんとかですね、翔、さん、銀杯翔さんとかそうですね、で、あとは、あと誰がいましたかね、サングラスと、サングラスといえば、まあ、ブラザーコーンさんも、あ、コーンさんもそうですね、じゃあ、ちょっとサングラスっていうかね、あのメガネも含めサングラスちょっと行きましょうか、ちょっとね、結構ありますね、ありますね、こんな感じで、エレクトリック、ボンジッパーから、ランドルフから、まあ、ポリスから、ブラックフライズから、いろいろあります、ね。次に今度ここにこういう感じで。あ、まだあるんですね。はい、ありまして。これは、そうですね、これも最近聞いてるんですね、デウスのですね、このバイクとか乗るときに、こうメットにこう、スッてこう入るじゃないですか、これ。これいいですね、この。スルが曲がってないんですね。そうですね。これもうだからネットにスコーンって入るっていう、ね。そうなんです。これも最近のお気に入りですね。あ、レイバンだけじゃないんですね。レイバンのイメージがありますけど。はい、そうなんですよ。だから結構僕がしてるのはやっぱり、エレクトリック、もうボンジッパーもしますし、あと最近はですね、このブラックフライ。がすごい気に入ってます。このかけてますけど、はい、もう最近結構これが多いですね。ここにこうまたこうなんかいろいろ出てくるんですけど、これすいませんね、はい、これ3つともサングラスなんですね。そうなんですよ。 まだサングラスはまだバーンですけど、これ本当に一部なんですよね、この中で、やっぱりお宝はこの辺のやっぱりもう今ない、これ当時もんのウェイファールです。あ、この定番ですからね、定番の、はい、で、これ今このフレームとこのボシュのレンズ、これアメリカでも1500ドルぐらいします。20万円ぐらいします。これもうこれも当時もんのクラブマンですね。ああ、はい、これ色入ってないですね。そうですね、薄くか入ってるんですね、これはね、これはだからこんな感じですね。スーツとかの時、これ大人ですね。大人な感じなんですよ、これね。まあ大人もそれ十分大人なんですけどね。でこれとかですね。あとこれもね、レイバンなんですよね。あ、ちょっとでこれはね、いやつですね。これはね、見る人が見れば分かるかもしれないですけど、これはですね、ムーンドックスの最後のアルバムになりますね、ヤングブラッドっていうアルバムのジャケットでかけてるやつなんですよ。でレンズだけがダメになっちゃったんで、最近レンズをこうちょっと薄めのグリーンに入れ替えたんですよね。でこれももう今売ってないんで、でもなんかかっこいいですよね、だからやっぱなんだかんだ言ってやっぱレイバンに来ちゃうんですよね。顔一つですよね。顔一つですよね、でここのブー、はい、さらにここのブー、ここもそうですよね、はい、ほんで、でここのブー、これお母さんに怒られますよ、本当。お母さんに本当に怒られてるんですよ、ね、お母さんちのママにね。そうなんですよね。一番高いのどうですか。一番高いのは、ですね、一番高いのは、そうですね、まあ言ってもあれですけど、やっぱこの辺のカザールとか高いですよね。あのコンさんが、コンさんがね、してますね、はい、このカザールのこの辺とかですね。これだけで雰囲気変わりますよね、メガネだけで。はいはいはい、はい、なんかあのこれはですね、あの僕が好きなソウルシンガーのですね、テンプテーションズ の、あのデビッド・ラフィンっていう人が、後半に、もう死ぬ間際の方の頃にデビッド・ラフィンがこれ9いくつだっけな、このモデル、よくデビッド・ラフィンがこのメガネを素通しのこのメガネを飾るをしてたんで、それで、何年か前に手に入れたやつ。国版なんですけど、ねはい、お高いんですか。これで5万円ぐらいじゃないですかね。でも多分今はねプレミアム国国なんだけど、もうちょい高くなってると思いますけどね。まあこの辺は値段で買ってるわけではないので、そうですね、あとね、このなんか一番気に入ってるのとか、勝負サングラスとかそういうのを、あ、これですね、ほら、これまた、これです。これ好きです。これレンズの色も、あとこういうとこもこう艶消しじゃないですけど削り出しみたいなやつ で横がべっ甲で、これもお高いんじゃないですかね。これはどうしたんだろうな、これラスベガスで買ったんだな、なんかこれ好きです。
これも割とあのステージとかでも使えますし、これが結構気に入っております。はい、これをかければモテるってサングラスあります？これをかければモテるってサングラス、割と、あの女子受けっていうか、いいのはこの辺とかですね。これは、プライベートで割とするケースが多い、これもこれはねエレクトリックっていうメーカーのサングラスなんですけど、レンズはもちろん変えちゃってるんですけど、このフレームとかこれ割とね女子受けいいですね。レンズの色は薄めなんですね。薄めですね、はい、だから普段の時っていうのは大体レンズ薄めでかけるんですけど、別に目悪いわけじゃないんですもんね。目はね、そうですね、あの普段は別にあの夜とかじゃなければ必要ないですね、ただ俺光が嫌なんですよ、あの弱視というかちょっと光に弱いんで目が、それでサングラスするようになったんですけど、あのステージとかのライトが嫌なんで、あとどれだろうっていうの、まあそうですね、ね、こんな探せないぐらいあるってことですよね。そうですね、探せないぐらいある、こんなにいりますか？いりませんよね。でもいるんですよね。必要ですね。いるんですよ。必要ですね。じゃあなんか見てる人も欲しがってんじゃないかななんて思ってね。じゃあ一個差し上げましょうか、なんかね、ステージとかで割としてるやつとかが皆さんいいですよね。嬉しいですよね。そうですね。実際に僕が使ってきたやつ。じゃあこのシルバーフレームのエレクトリックのこのモデルをステージで、つけてるケースかなり多いです、でやっぱり汗をかいてきてダメになると本当に上げちゃったりとかしてるんですけど、これはもう今現在使ってるやつです。ライブの写真とかでもあこれこれって分かると思います、このシルで。これはケンさんも同じのを使ってます。あの僕がケンさんこれあの一緒につけようみたいな感じでセンサー差し上げて、これじゃあこれをこれプレゼントします。これステージでも何回も使ってます。どこのメーカーのでしたっけ？エレクトリックです。エレクトリックのサングラス、はい、エレクトリックはだからあのゴーグルとかね、スノーボードのゴーグルとか、いろいろこうサーフ系の人たちがあの使うメガネのメーカーなんですけど、この、サングラスとか大好きなんで、これいいとかっこいいと思います。Facebook、Instaそしてツイッターこのにダイレクトメッセージですね、まあFacebook ならメッセンジャーね、インスタだったら、まあ、インスタもメッセージありますんで、ツイッターもありますね、それに、欲しい思いをちょこっと添えてですね、送ってください。その中から僕がですね厳選して、そして近くだったら私がこのチャンネルの撮影をしながらですね、あなたの家にお届けします。持っていきます。